really? Oh! はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ニュージードリストライブのたけしです。今日はですね、ここタウポモータースポーツパークっていうところに来てます。ロータリーズユニオンっていうね、あの大きなイベントを行われてます。3日間にわたって行われるんですけども、僕はその最終日の日曜日に来てます。でですね、本当にいろんな車両来てます。では基本的にはあの1970年ぐらいのちょっと古いものから、あとはまあ今の RX7 とか RX8 とかまでいるようなイベントになります。で基本的にもうみんなこのイベント出てるのはもうロータリーエンジン搭載車のみみたいな感じでですね、紹介してみたいと思います。それでは行ってみましょう。これがね、全部またロータリーっていうのが面白い話で、こうパッと見てみると現行というか FC とか FD とかよりも昔の RX3 とかカペラ RX2 とかね、あの辺の古い型のマシンの方が多い印象があります。これ面白い。セフィーロにロータリー、こんなのもいるんだ。めちゃくちゃ面白い。しかも NA でスターレットに 12A とかね、結構多いですよね。これもめちゃくちゃ綺麗ですよ。1974年のマシンに 13B のターボチャージャー付きのマシン、またペイントがとっても綺麗。三菱のパンサーにもロータリー、 13B のターボチャージャー。わー、リプがあった。これがマツダの本当のレプですね。マツダの B2000 のさらに古いタイプですね。あ、こうやって見ると結構大きいんだな。なんかもうちょっとちっちゃいイメージだったんですけど、かわいい。なるほど、前から見るとこうなってるんだ。このグリルがやっぱ独特ですよね。そしてこのテールランプとウインカーがこの下側についてるのがレプの特徴ですね。うん、かわいい。ちょっともうなんかすごいな、これすごい綺麗だこれ。うわー、ビカビカー。あれ、すごい、めちゃくちゃ綺麗これ。うわー、すごい綺麗。
フォー&ロータリーズカーナッシャルズのね、あの元オーガナイザーだアザーさんが作った RX3 なんですね。でこの車8秒台で04走っちゃいます。このねマシンがめちゃくちゃ綺麗なんですよ。8秒台で走るとは思えないぐらい、室内もねまあレースカーではないような作り込み方をしてます。パドルシフトだったりダッシュもねモーテックを使われてたり、非常にこう綺麗なスタイルになってます。そしてそれだけじゃなくて、この裏側にこの共振しないようにですねこうカバーが貼ってあるってのもなんかすごく面白いですね。ちなみにこのアザーさんはパックパフォーマンスのニュージーランド、これのね輸入業なんかもやってます。この RX3 とか RX2 のですねボンネットとかボディパネルとかね、ほんといろんな純正パーツを販売もしてるんですね。だから未だに新品のパーツが手に入るんですよ。こういうのパックパフォーマンスが入ってお？ジャンプジャンプ。あ、really? ブースト抑えてあってそれほどでもないって言ってましたけど、それでも10秒台ぐらいだって言ってましたね。なんですかね、もうあの加速力スムーズですよね。なんかドッカンってよりもなんかスーッとくるような感じで、背中から押し出されるような感じですね。すごい印象的でした。めっちゃ面白かった。なんかでもこんなにねなんか日本車が大好きなあのニュージーランドって本当なんかいいなというふうに思います。まあ、こんな感じですね。今回の動画はこれで終わりになります。ニュージードリフトライフではこういう感じですね、車系の動画いろいろ上げてますので、もしよかったらあのいいね評価とチャンネル登録よろしくお願いします。あとですねこのキャップとかね T シャツの方の販売もウェブサイトの方で行ってますんで、そちらもしよかったら見てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうも。